皆さんこんにちは。 YouTube 森の上チャンネルでアウトドアキャンプの動画を投稿している森の上です。今回は初めて Vlog を撮影する方でも簡単なカメラの設定で動画が撮影できる方法を紹介していきたいと思います。実際にこのニコン Z30 を使いながら説明していきます。カメラには明るさの設定があります。明るさを適切に設定しておかないと暗すぎたり明るすぎたりして視聴しづらい映像になってしまいます。初めて撮影する方には明るさを自動で合わせてくれるオートというモードがおすすめです。このモードにしておくとカメラがその場所に応じて明るさを自動的に合わせてくれます。オートで撮影するには右上のダイヤルを緑色のマークオートに合わせておきます。これだけで設定は完了です。あとは撮影したい場所にカメラを向けるだけでちょうど良い明るさに調整されます。明るさの変化の仕方も自然で違和感がありません。次にフォーカスの設定です。フォーカスが撮りたい対象にきちんと合っていないと輪郭がぼやけたとても見づらい映像になってしまいます。自分でフォーカスを合わせ続けようとすると実際にはとても難しいので、カメラの設定で自動的にフォーカスを合わせてくれる AFF フルタイム AF というモードを使います。フルタイム AF は被写体に合わせて自動的にフォーカスを合わせ続けてくれる便利な機能です。動画撮影中も特に意識しなくても被写体の動きに合わせフォーカスを合わせ続けてくれます。フォーカスの動きもスムーズで違和感がありません。フォーカスを合わせたい対象にうまくフォーカスが合わない場合は画面上でフォーカスを合わせたい場所にタッチします。こうするとタッチした部分にフォーカスが合い続けてくれます。動画の撮影中もタッチすることでフォーカスを合わせ直してくれます。アイメニューからフォーカスモード AFF を選択するとフルタイム AF で撮影されます。撮影後は動画を再生して自分の見せたいものにフォーカスがきちんと合っているか確認するようにしましょう。手持ち撮影中に画面が揺れると視聴者は落ち着いて視聴することができません。この手持ち撮影の揺れを手ブレと言います。手持ち撮影中になるべく手ブレを抑えるためのポイントをいくつかご紹介します。Z30 はグリップが深く作られているので握りやすいカメラです。安定してカメラを持つためには右手だけでなく左手もカメラやレンズに添えます。脇も軽く締めておくとさらに手ブレしにくいです。ストラップも手ブレを抑えるために役立ちます。少し短めにしてカメラを持った時にちょうどストラップが張るくらいに調整します。こうするとストラップと両手3点でカメラを固定できるので手ブレを抑えられます。短くしすぎても撮影しにくいので実際に腕を動かしながらちょうど良い長さを探してみてください。それから歩き方も意識すると良いです。普段通りに歩くとどうしても手ブレが大きくなってしまいます。少し腰を落とし意識してすり足のようにして歩くと手ブレしにくくなります。また Z30 にはカメラの中で手ブレを抑える電子手ブレ補正の機能も搭載されています。手持ちで撮影する場合電子手ブレ補正をオンにすることをお勧めします。メニュー画面動画撮影メニューから電子手ブレ補正するを選択します。注意点として電子手ブレ補正機能を使うと少し画角が狭くなります。せっかく撮影に出かけたらなるべくいろんな視点から撮影しておくことをお勧めします。後から編集をするときに撮影素材が多いほどいろんな見せ方ができます。撮影素材が足りないと編集すること自体が難しくなってしまいます。後で編集することまで考えて少し多めに撮影しておくことをお勧めします。例えば一つの場所を撮影する場合にも広い構図寄った構図
中間くらいなど数パターンを撮影しておきます。レンズを使い分けることで違った印象で撮影できます。標準ズームレンズは広い風景の撮影から中間くらいの撮影まで使えます。望遠ズームレンズは撮影対象に思い切り寄った構図を撮影できます。例えば森林と川の気持ちの良い場所を映像で伝えたいなら、その場所の全体がわかる広い構図はもちろん、清流の透明さや水面に反射する光の照り返しにも思い切りズームしてみます。風に揺れる葉っぱをズームして撮影すると、風の肌触りや心地よさまで伝えられそうです。こうしたいくつかの角度から捉えたカットを組み合わせると、その場所の雰囲気をより立体的に伝えることができると思います。撮影するときには縦横の水平も意識して揃えるようにします。水平が揃っていないと構図がきれいに見えません。 Z30 では水平を確認する水準器を表示することもできるので活用してみてください。それから一つのカットを撮影するときに使いたい部分の前後数秒でいいので長めに撮影しておくようにします。ぴったりだと編集するときにつなげにくい場合があるためです。撮影に慣れてきたら自分撮りにも挑戦してみてください。構図の中に自分が入ることで心情を伝えやすくすることができます。例えばコーヒーを飲んでいるシーンならリラックスした心情、不思議な場所を訪れて驚いた様子、画面に人がいるだけで伝わる印象、雰囲気は大きく変わります。グリップ、三脚としても活用できるスモールリグ社のトライポッドグリップがニコンさんから発売されています。こちらも自撮りには便利です。自分を中心に撮影する場合、自分にフォーカスを合わせ続けられるように AF エリアをオートエリア AF、 人物に設定しておきます。こうすると人物の瞳にフォーカスを合わせ続けてくれます。次にカメラを自分に向け構造を確認するために画像モニターを反転させます。離れた位置から撮影するときには別売りのリモコン ML、L7 を使用すると動画撮影ボタンを押しやすくなります。Vlog 撮影では音を意識して撮影することも重要です。撮影する場所の空気感が伝わるように積極的に撮影することをお勧めします。例えば小さな小川が流れているのなら、音のする場所になるべくカメラを近づけて撮影してみます。鳥の声や虫の声、雑踏の音、普段あまり気にしない音でも動画の中に入れることで映像の臨場感が増します。何かの作業をしているシーンなら、作業している手元にカメラを近づけてみてください。音量の設定はデフォルトではオートに設定されています。オートならそのまま撮影しても自動的に音量が調整されます。屋外の撮影ではマイクに風の音がかかってしまう、風切り音が発生しやすくなります。風切り音を抑えるために外での撮影はスモールリグ社製ウィンドマフを装着しておきます。動画の用途によって画像サイズとフレームレートを選択します。デフォルトでは 1920×1080 60p が選択されています。スマホで編集したり SNS に投稿する映像ならこのままでも十分です。それぞれの項目について簡単に説明しておきます。まず画像サイズについて、メニュー画像サイズとフレームレートから確認すると 3840×2160 と 1920×1080 の2種類があることがわかります。この数字の違いは記録する画像の大きさのことで、数字が大きいほど
精細な映像を記録できます。 3840×2160 は 4K と呼ばれるサイズで、 1920×1080 つまり HD サイズの倍のサイズです。画像サイズが大きい分、綺麗な映像が記録できることになります。ただし注意点もあります。画像サイズが大きいほどデータの容量も大きくなるので、編集するパソコンのスペックやデータの保存容量もそれなりに消費することになります。次にフレームレート、これは1秒間に記録する画像の枚数のことを指します。数字が大きければ1秒間に記録されるフレームの枚数が多くなるので、その分滑らかな映像になります。デフォルトの 60p という設定は1秒間に60枚の画像を記録するという意味で、とても滑らかな映像が記録できます。一方、24p というフレームレートは昔から映画などでも使われているフレームレートで、独特の雰囲気を持つ映像を記録できます。僕の場合、なるべく高画質で雰囲気を生かした映像を撮影したいので、 3840×2160、24p で撮影しています。 Z30 を持った時の親指あたりには i ボタンがあります。i ボタンはよく使うメニューを自由に設定してすぐに呼び出すことができる便利なボタンです。この後に説明するホワイトバランスやピクチャーコントロール、その他にも様々なメニューを設定できます。よく使うボタンは i メニューに設定しておくと、撮影中にすぐに変更を確認できるのでおすすめです。 i メニューの変更はメニュー画面のカスタムメニュー、動画、 i メニューのカスタマイズから設定できます。オートモードでの撮影に慣れてきたら、もう少し凝った設定にもチャレンジしてみましょう。ここではオートから P に設定を変更して操作します。カメラ上部にあるモードダイヤルをオートから P に切り替えます。オートモードでは映像の色や雰囲気を変更するためのホワイトバランスやピクチャーコントロールを変更できませんでした。 P モードでは自分の意図した色や雰囲気に変更でき、自分なりの表現を追求できます。明るさの設定はオートモードと同じようにカメラが自動で設定してくれます。ホワイトバランスは光の色合いを決める設定です。間違った設定になっていると違和感のある色味で撮影されてしまいます。そこで屋外での撮影ではホワイトバランスの設定を自然光オートに設定します。自然光オートはカメラがその場所に応じて自動的に色味を調整してくれます。ピクチャーコントロールは動画の雰囲気を変える絵作りの設定です。様々な設定がありますが、どれを選べば良いのかわからないという方はオートがおすすめです。撮影シーンに合わせコントラストや鮮やかさなど、カメラがバランスよく調整してくれます。この他にも様々なピクチャーコントロールがあるので、自分好みの設定を探してみてください。ワンランク上の動画を撮影してみたいという方におすすめなのがレンズ交換です。単焦点レンズと呼ばれるレンズは明るく撮影でき、レンズのボケも柔らかく、画質が優れたものも多いです。暗い場所での撮影やボケ感を生かし、雰囲気のある映像が撮影したい方にはおすすめです。 28mmF2.8 は日常的に持ち歩いて撮影するようなスナップ撮影にも最適な画角です。自然なボケ感が得られ、フォーカスのあった被写体はくっきりと浮かび上がってきます。40mmF には標準レンズよりも少し寄った撮影ができる画角です。ボケ感も柔らかいので、木や草花のような大きく撮影したい被写体、作業している手元や道具などの撮影にも便利です。明るいレンズなので夕暮れや夜の撮影にも活用できます。キットレンズでの撮影に慣れてきて、もう一歩クオリティを追求したいという方は単焦点レンズでの撮影にもぜひチャレンジしてみてください。Z30 には一定の間隔で撮影した静止画をつなぎ合わせ、
動画として記録するタイムラプス動画という機能が備わっています。タイムラプスで撮影すると時間の経過を表現することができます。例えば何気ない空の風景もタイムラプスなら徐々に雲の形が変化し夕暮れへと移り変わる様子を捉えることができます。ぜひ動画の中でアクセントとして使ってみてください。それではタイムラプス動画を撮影する方法を簡単に説明しておきます。 Z30 にはカメラを固定する三脚かトライポッドグリップを使ってください。強い風が吹くとカメラが動いてしまったりするので、僕の場合はしっかりした三脚を使用してタイムラプスを撮影しています。次に動画撮影のモードから写真撮影のモードに切り替えます。撮影画面で構図を決めてフォーカスを合わせておきます。この状態でメニュー画面の静止画撮影メニューからタイムラプス動画の順番に選択します。タイムラプス動画の設定を順番に見ていきます。まず撮影間隔、これはどのくらいの間隔で静止画を撮影するのかの設定です。間隔が短いほど時間の経過はゆっくりと進みます。間隔が長ければその分時間の経過も早く進みます。実際に撮影間隔を1秒で撮影した映像と5秒で撮影した映像を比較してみます。ゆっくりと時間の流れを見せるのなら1秒から2秒、早く見せたいのなら5秒前後でいいと思います。次に撮影時間、これは何秒の動画を作るかという設定です。今回は10秒の動画を作りたいので撮影時間を4分に設定します。その他の項目も順番に見ていきます。露出平滑化、オンに設定します。サイレント撮影もオン。画像サイズとフレームレートですが、今回は 4K の動画を作りたいので3840×2160、24p に設定します。撮影間隔優先と撮影間隔ごとの映幅度はオフに設定します。ここまで設定できたら撮影開始を選択して OK ボタンを押します。 OK ボタンを押すと同時にタイムラプス動画が開始されます。撮影が終わるまで本体の LED が緑色に点灯します。撮影完了までカメラには触れずに待ちます。緑色の点灯が消えたら撮影が完了、動画が記録されています。ここまで Z30 で初めて Vlog 動画を撮影したいという方に手軽に撮影できる設定をご紹介してきました。まずはここから動画撮影の第一歩を踏み出してみてください。 Z30 にはここで紹介した機能、設定以外にもまだまだいろんな設定があります。慣れてきたらぜひ自分好みの撮影方法を追求してみてください。それではさようなら。